1969年7月20日、人類が月面に降り立った歴史的瞬間の日です。それから50年以上が経った今、人類は再び有人月面着陸を計画し、実行しようとしています。理由は今後の経済発展に大きな可能性を秘めていることがわかります。今回は人類が月を目指す理由を詳しくお伝えします。生命進化の過程は居住領域の拡張です。そして新たな居住領域を手に入れるためには必ず3つの段階を経ます。第1段階、探検隊が新大陸に上陸、旗を立てます。新しく発見した土地がどれほどの広さなのか、またどんな形なのかを把握するために測量を行い地図を作ります。第2段階、小規模な派遣団によって前哨基地を作ります。前哨基地ではより詳しく未開の土地を調査し、発見した新たな資源をどのように手に入れ自国に送るかを研究します。第3段階、前哨基地の運用が安定した段階で大量の人員を派遣、自国からの物資に頼ることなく現地で建築資材や食料を調達し、経済圏が完成します。新たに手に入れた土地に労働者が移り住み、子供が生まれ経済活動が安定します。新たなエリアで新たな資源が手に入り、これが自国に利益をもたらしてきました。これはコロンブスがアメリカ大陸を発見した時など例外なくこの順序をたどります。新大陸領土を発見し、その土地の資源を利用して国は成長を続けてきたのです。月面基地もこの原則に従います。1961年、アメリカは月に旗を立てるためにアポロ計画を立案。ロシアと熾烈な宇宙開発競争を広げ、8年後の1969年、ついに月に降り立ちます。月を調査したところ、細かい粉末の砂があるだけの不毛の大地でした。それ以来人類は月に2度足を踏み入れることはなく、旗を立ててから60年以上月は放置されてきました。しかしここ最近、経済大国は再び月を目指しています。アメリカは2009年に月を精密に測定する衛星 LRO を打ち上げます。 LRO は月の上空50キロという低軌道を周回し、解像度50センチという精密カメラを搭載、有人飛行の着陸ポイントや前哨基地建設のための情報収集を進めています。対する中国も2003年に国家プロジェクトとして嫦娥計画を発表。月に無人探査機を着陸させ、水や金属などの資源を調査しています。月探査が最も進んだこの2カ国はすでに第1段階を完了し、前哨基地を作る第2段階へ進み始めています。宇宙開発のニュースは日本でも話題になります。中国の探査機が月面着陸などの報道です。一方、報道ではその真相が語られることはありません。国家規模の単なるロマンに感じますが、その裏には驚くほどの野望が隠れています。その野望が核融合によるエネルギー革命です。ご存知の通り、核融合発電は核融合反応によって得られるエネルギーを利用した発電です。原子を核融合させることで莫大なエネルギーを取り出し発電します。核融合がもたらすエネルギーは従来の発電とは比較にならないほど莫大です。核融合発電が実現すれば、この世のエネルギー問題が全て解決するほどの革命的な技術です。現在主力の火力発電は地球の資源を燃やして得た熱を利用します。燃焼は分子の結合反応であり、一見莫大なエネルギーを持っていそうですが、そうではありません。石油や石炭の燃焼はエネルギー効率が非常に悪く、二酸化炭素や有害物質が発生します。そこで燃焼よりも圧倒的に効率が良い原子力発電が開発されました。原子力発電は原子が分裂するときに発生する熱を利用します。燃料はウラン235であり、ウランがクリプトンとバリウムなどに分裂するときに熱を発生させます。そのエネルギーは圧倒的で、燃焼の数万倍の熱量を誇ります。莫大なエネルギーを生み、高効率な核分裂発電ですが、問題があります。核分裂は連鎖的に反応が進むため、核分裂の安定には難しい技術が必要なのです。一つの原子が2つに分裂すると複数の放射線が発生し、その放射線が次の核分裂発生のトリガーとなります。一つの分裂が3つの分裂を引き起こし、3
3つの分裂が9つの分裂を誘発します。よって核分裂を何も制御しない場合、反応が指数関数的に増加、最終的に爆発となります。原子力発電の技術は分裂の暴走をいかに抑えるかに焦点を当てて開発されており、発電所は常に核分裂を減速させ続けています。核融合はどうでしょうか。核融合は核分裂とは逆に2つの原子が1つに融合する反応です。そのエネルギーは核分裂の4から10倍以上。核融合が核分裂と異なる最大のメリット、それは安全性です。核融合を発生させるためには超高温の環境が必要です。物質に熱を加えると固体から液体、気体へと変化します。さらにエネルギーを加えると気体からプラズマに変化します。核融合反応はこのプラズマ状態を維持することで原子を衝突させ融合しています。プラズマの維持には装置の絶妙なバランスが必要であり、わずかな装置の不良が即発電停止につながります。よって核融合発電は莫大なエネルギーを安全に得られるという現在考えられる最高のエネルギー発生装置になるのです。では核融合と月面探査は何が関係するのでしょうか。最も身近な核融合、太陽では中心の超高圧、超高温によって水素がプラズマとなり、水素原子が衝突しヘリウムに変換する核融合を行っています。その温度と圧力は現在の技術では地球に再現できません。そこでヘリウム3を利用します。重水素とヘリウム3の反応は水素同士の核融合よりも比較的簡単で、より現実的な発電方法です。安全性も高く、エネルギー効率も格段に良いため、この技術を手に入れればエネルギー問題は解決します。問題は燃料の調達です。重水素は水を電気分解すれば無尽蔵に入手できます。しかしヘリウム3は人工的に大量生産することはほぼ不可能です。方法は中性子をリチウム原子に照射し三重水素を作り、それをベータ崩壊させることで可能ですが、ベータ崩壊にかかる半減期は12年。ヘリウム3の完成には忍耐が必要です。地球に存在するヘリウム3を採取する方法はどうでしょうか。太陽風に含まれるヘリウム3が常に地球に降り注いでいるためです。しかしそのほとんどが大気に取り込まれ、海にはほとんど溶け込みません。大気中のヘリウム3の濃度はあまりにも低く、大気から生成することも不可能です。ヘリウム3を入手するにはどうしたらよいのでしょうか。そう、月面です。月には大気がなく、太陽風がダイレクトに月面に届きます。月面の砂にはヘリウム3が高濃度に含まれており、核融合の燃料として取り出すには最適なのです。アメリカと中国による月面基地計画は順調で、すでにヘリウム3の採掘基地建設に最適な場所を見つけたはずです。近いうちに中国は月面有人飛行を計画しており、アメリカに次いで世界で2番目に人類を月面に送り込みます。また中国は月面に物資を送るための中継基地、宇宙ステーションの建造も計画しています。中国と同様にアメリカも月に前哨基地を作り、専門家が安全に研究できるよう研究を進めています。第2段階が完了すれば、民間の労働者や一般市民が月面に移り住み、ヘリウムや様々な資源を採掘します。月でヘリウム3を抽出し、タンカーで石油を輸入するように月から地球にヘリウム3を輸入します。現在人類は地球資源の8割を利用できる技術を持っています。しかし手に入るほとんどの資源はエネルギーに変換する際に二酸化炭素や放射性廃棄物を発生させます。核融合はこれらデメリットを解決し、莫大なエネルギーを生み出します。そして核融合発電の燃料ヘリウム3の採取が月面基地建設の大きな目的というわけです。生命進化の原則は生存領域の拡大です。物質しか存在しなかった原始の地球に海ができ、分子が結合し単細胞ができました。その単細胞は細胞同士が結合して生物が生まれます。生まれた生物は多種多様に進化し海に広がります。そして歴史的瞬間が起こります。初の探検隊が陸へ上がり、生命は陸へ居住領域を拡大したのです。新たな居住領域で生物は技術を進歩させ、
宇宙へ飛び立つ技術を手に入れました。今後の生物の進化は3段階。1段階目は惑星の資源を全て利用できるタイプ1。2段階目は恒星系の資源を全て利用できるタイプ2。3段階目は銀河系の資源を全て利用できるタイプ3。現在私たちはタイプ1の文明を目指しており、地球の資源の8割を利用できる技術を持っています。進化の原則によって間もなく人類は太陽系の資源を求め、月や火星に活動範囲を広げていきます。その第一歩が月面基地建設とヘリウム資源の利用というわけです。今後の技術発達によって新たに利用できるようになる地球資源は残り2割。海から上陸した生命の次の冒険が始まろうとしています。